はい、ご視聴していただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパープキット。信長誕生シナリオの二本松村国さんでね、やっております。年末年始企画、300本企画ですね。第3話になります。はい。ということで、はい。じゃあね、進めていこうか。うん。大丈夫だね。うん。はい。ということで、もうね、まだまだ止まらないね、爆走ね、しております。では、虚構62日、ちょっとこれ時間かかるなぁ。でもまあ、しょうがないね。うん。行こう、これで。うん。こっちもこっちで問題なさそうだね。ちょっとここら辺とこうはしなきゃならないと思うんで、そこら辺のところで若干止まるんじゃないのかな、うん、とは思います。うん、休憩タイムはね、あると思います。この志、必ずや果たしてみせようぞ。ゆるまさん、ありがとうございます。勝てばよい。それが戦よ。で、ここはどうよ。曲48、まあいいでしょう。舞台も今4舞台ぐらい出してるからね。うん、これいくつ ?7600 か。7600。さすがに7600を出すのはね、7600。9000ぐらい出せるとこだもんね、全部でね。結構きついね、それはね。報告します。あ、でも6000は結構やらせてたね。先月の収支です。月曜。うん。ここがあれだね。攻められるぞっていうことで、唐沢山、ここちょっと兵増やしてきたね。でもその次1のここ、うん。うん。こっち行こうと思うんで、いいかな。武将はもう全部出払ってるかな、1に。ちょい残ってはいるか。うん。5400で来る。5400来る。じゃあ出そうか。しょうがない。5400出ないかな。出るじゃん。進め！やってやろうじゃねえか。40日。こっちは ?33 日。やってやろうじゃねえか、うん、一回。進め！うん。これ負けるけど、これは勝つための、あれかな？あ、違う。これはあれだ。ここ突っつけば。進め！ 3000 に減ったから、これ勝てるね。したらこれ出さなくてもいいけど、まあ出してこっち行っちゃうか。うん、こっち、うん、上行こう。で、ここもそのまま、大崎もそのまま落としちゃえばいいね。うん、そんな計画で行きましょう。見たか、我が軍略を。片付けない。で、これはいらないんだよね。もうここはしたいんだけど、ここはできないかな。はっ、ここはしよう。うん、あ、なんだ、行くぜ。来ないのかい。進め。じゃあ進めてこう。はい、森山崩れってことで、松平家のね、あれがね、殺されちゃったよってことだね。うん、清康がね。うん。まあ、しょうがない。うん。報告します。先月の収支です。ご命令ください。交渉で、同盟結ぼう。はっ。うん。これで同盟さえ結べれちゃえば、
そのまま、こっち棚田雪、雪高がね、入るんで、この時代の最強の知略武将じゃないのかな、多分。知略はね、うん、たけてるね、武将だと思うんで。欲しいね、早めにね。この城、我らがもらい受ける。はい、ということでね、武将2人ゲットしたね。したらこれ、このままこっち行こうか。出陣するぞ。本当はちょっと兵増やしたいんだけど、これで行けば出てきてくる可能性あるんで、この2950だとね。それで、あ、山内、よかったよかったよかった、出てきてくれたね。ラッキーだね。勝って勝って勝ち続ける。早いよ、20日ぐらい、18日。両家を交わる佐野家もいいでしょう。報告するぞ。佐野家ってどっかわからないけど、向こうがお金使ってね、親善増やしてくれるんだからね、全然構わないですよね。ロギは田中さんだね。軍事ロギで30、30、29。これにて表情を終えるぞ。交渉、いい、交渉取っとこうか。これが二本松、あ、どこにか来たのかな、多分。いいんじゃないかな。かたじけなし。じゃあ歩兵しようか。歩兵、沼田を取ったんで4500ぐらい。かしこまった。あとここだね。はっ。撤去しようか。あー、特にあれだね、大丈夫そうだね、ここね。もう問題なさそうだね。良さそうだね。いいね、いいね、いいね。商業っすね。順位のところじゃなくて、長岡のところだね。だったな。かしこまった。一番手で取っとこう。じゃあ、3800で来る。あ、いいじゃん、いいじゃん。これもすぐサクッと落ちるね、これ。問題ないね。したら、これを部分入場させて、3人ぐらい入れといて、で、返して、とりあえず。ここ2300いるし、これいけるでしょう。で、同盟結んであるんで、道貸してくれる。大義は我らにあり。手を貸そう。集結、ここ2900。これ2人、舞台を分けよう。あれ、あと16日のところか。これ16日かかるんだ。結構かかるんだね。出てきてくれるね。問題ないね。援軍借りなさそうだね、戦略。出陣せよ。じゃあこんな感じでいこうか。これ39日で降車がついた。降車がついてる。速降車まで待とうか、方位で。容赦はせぬぞ。これ、いいね、いいね。勝って兜の王将、おごるでないぞ。
はい、沼田家取りました。武将いっぱいいるね。うん、すると、あ、ここに11人いる。うん、部分入場させて、あ、一人しかいない。ちょっと頑張ってくれたね。合流で。皆の者、我に続け。で、戦争しようか、ここと1と。大義は我らにあり。手を貸そう。うん、手を打とう。あら、皆の者、我に続け。4800。あのけども戦争しよう。あのけここだったのね。戦争深めて深めようって言ってきたのね。手を貸そう。これだと手を打とう。2400か。問題ないね。勝てるね。多分。勝てないかもしれない。本来だったらもう少しどっかからか持ってきた方がいいかもしれない。けどもう武将はいないからね。みんな出払ってるからね、みんなね。ここら辺はちょっと残ってるけど。こんなとこから持ってくるのも、ね。うん。ちょっと多いんで、進めていこう。で、ここがあれじゃないかな。特攻所ついたんで、交渉します。全面解放お願いします。はい、分かってるね。なんだよ、うん、もう終わりか。したらこっち行けばいいね。行けるね、行けるね。うん、風呂はまだあるから大丈夫だね。パサ行こう。大義は我らにあり。これで同盟と手を貸そう、ね、手を貸してやろう、うん、行くぜ。ついてこい。まあ目指すはね、この新馬家のところまでだからね。目指せ新馬家。うん、じゃあ進めていこうか。ちょっともうちょっといっぱいぐじゃぐじゃで、普通にここら辺が落ちるのかな。で、武田の伊達軍が入るのかな。うん、で勝てるでしょう。勝って兜の王子。でこれ即決みたいな。行くぞ。皆の者、我に続け。これあれじゃん、武将いなくて即ピロじゃん、これ。行くぞ。1、2でしょ。うん、で、ここでしょ。うん、あ、うちらの領土通って帰るしかないからね。入ってきたのかい。早い、はいはい、横通か。いいんじゃないですか。我らの勝ちだ。勝ち時を上げろ。伊達来たよ。いいですね。伊達来ましたよ。うん、強い武将もいるね、ちゃんとね。うん。そしたら、1800持ってけばここ取れるね。どこが大宝寺城、ここ？ああ、ここなんか取ろうとしてんの。ここにもいるしね。部分入場して、600。あ、いいね、部分入場しよう。一応一人しかなったんだ。宣戦布告で、もがみさん行こう。もがみさん特に同盟いないね。大丈夫だね。大義は我らにあり。手を貸そう。うん。じゃあ、ここに行こうか。2万3000もそんなにいらないよ。近場だけでいい、近場だけで。30いらない。19いらない。18いらない。16いらない。15、14も切ろうか。で、0日を出して、これ、そんな武将いっぱい持ってくのはもったいない、もったいない。で、
1800だから2500ぐらい、2800ぐらいもとこうか。うん、で出てきてくれるね。いいね、いいね。我に続け。男だね。うん、じゃあ進めていこうか。こっちは男じゃない、出てこない。報告するぞ、先月の収支だ。下地を、歩兵しよう。これこの辺だね。薄の宮4500、かしこまった。でここも4500、かしこまった。ここも4500入れとこうか。はっ。ここも歩兵しよう。4500、いっぱい取ったね。かしこまった。うん、こんな感じでいいんじゃないのかな。うん、じゃあ進めていこうか。うん、この3050、3000、これ取りたいけど、あとひょろ何日もつうちら63日。4000持ってこうか。うん、時間かかるけどしょうがないね。これで4000持ってこう。4000、いざ参ろうか。でここ取ればね、兵糧もちょっと入るはず。うん、で商業進めて。はっ。まあ、商業あれがある。長尾もう2つだね。うん、撤去いらないの。撤去しよう。撤去今回いっぱいあるから。こんな感じかな。はっ。かしこまった。承知。あー、商業作っちゃってんだ。ここ漁村だよね普通ね。うん、商業じゃない。ここだ、漁村が取ってるんだから漁村だよ。兵糧収益確保しておきたい。かしこまった。じゃあそんなところで進めていこうか。標高50日。この城もらい受ける。はい、古川しかなくてこれ取りましたね。ありがとうございます。交渉ついた。交渉しよう。そしたらここに部分入場させとこうか。これ総大将入れとこうか。そうすれば次を落とした方がいいやん。ここに来るんで。本来ここ行かない、こっち行きたかったね。うん、でもまあちょっと兵が足りないし兵糧もないんで。うん、決めとこう。ここ見どころだね。うん、揺るぎます。ありがとうございます。我らに勝とう。10年早いわ。10年早いわ。うん、使いの者が来たら。使いの者は火災から。使いの者は火災が従属を申し込んできてる。じゃあ従属させましょう。ここが方位、方位だね。うん、モグラでもいいけどお金もったいないね。うん。火災ってどこだ？従属したの。あ、ここか。こんなでかいところが。こんなでかく。ほう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 。これがいいんじゃないんですか？うん。じゃあ大崎行こうか。大義は我らにあり！手を貸そう！手を貸してやろう。
行くぜ。まあ行きましょう、どんどん進め。ちょ、兵糧がないな、どうにかしたいね。出てこなかった、出てくる言ってたのさっき。標高51日、こっちの状況見次第で強行から方位に変えたりとかしていきます。強行92日、これはちょっと時間かかるね。92日、商いを始めましょう。報告するぞ。あ、距離後ろ来たね、いいね。片付けない、一気鎮圧、いい、いいんじゃない。刀狩りのね、刀狩りのスキル取るためにね、必要になってくるすね、人材ですね。と、歩兵しましょう。歩兵、ここを歩兵して。4500。はっ！あ、そっかそっか、ここあれだったんだもんね、普通に、なんていうんですか、従属させたから。お城なかったね、こっちの方はね。労働力で、なんか労力使って、なんかこれやっとこうか。はっ！はっ！うん。じゃあ、あとは建築だね。これいらないね。でも、宿泊町もここじゃないよね。ここ、承認書作った。まあいいや。宿泊町、これあるから問題ない。ここは、貯水用に作っとこうか。承知いたしました。はい、ということで第3話ね、この辺でね、終了していきたいなと思います。まだまだね、勢力拡大はね、続きますね。はい、兵糧が尽きるまで、ね、勢力拡大していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。